はい、皆さんごきげんよう、本平明です。もうすぐ泉涌寺の法要がございます。泉涌寺というのは、ご存知の方はもうご存知だと思いますけれども、天皇家の歴代のご先祖をお祭りしているというところでございまして、上にお墓があります。まあ、陛下等々皆さん、皇族方、まあ、宮様とかそういう方々のご霊前がございます。はい、ご霊前がございますので、ぜひそこにお話、お祈りに行っていただきたいということで、私たちも今進めておりますが、まあ、これ4回目になりますね。泉涌寺での法要。で、一番最初はなかなか、この格式も高く、いろんなことが調整することが難しかったんですけれども、4回目になりまして、随分、泉涌寺様の方もいろいろと便宜を図っていただき、私たちが真剣に法要をやっているということをお認めいただきですね、しっかりとしたご奉納ができる、ご奉納というかご法要ができるようになりました。それで、今は、この天皇陛下のこれから の方向性、当然日本の国体の方向性というのがあるんですが、まあ、いろんな どの家でもそうなんですけれども、良いことばかりではなくて、いろんな不祥事もございますし、歴代の間には、まあ、いろんな事件、事故、いろんなことが起こってきて、今に存続しているということです。ただ、存続しているということは、これはもう紛れもない事実で存続していて、日本には天皇家というものが、ずっと続いているというね、世界に類を見ない、まあ、一つの確立された方向性を持っていると。ということで、世界の一つの日の出の国と言われてますけど、一つの世界の道しるべになるんじゃないかということで、世界から期待されています。まあ、その御霊前に我々が参拝するということは、歴史をもう一度紡ぎ直す、洗い直すというような意味になると思います。私たちがまず元の元を知ること、そして元の元を尋ねること、元の元を参拝すること、そして法要すること、これはみそぎ払いもそうですけれども、今までの滞りをしっかりと払拭して、詫びるところ、謝るところ、まあ、いろんなところがあると思いますが、そういう人々の歴史にはいろんな戦乱の過ち、もしくは、不慮の事故、そういうものがついて回るわけですから、そういうことについての懺悔、そういうことについての法要ということはしっかりとやっておかないといけない。懺悔と法要というものがなければ、私たちに未来を開く礎を開けないということになります。ですから、まずは懺悔と法要、そして悪しき者、足らなかった者、不慮の事故、そういうことに対する因縁というか、怨念というかね、そういうものをしっかりと収めていきながら、より良い未来を開いていく。まあ、先祖たちの努力、苦労もあって、現代の社会があるわけですけれども、これでもまだまだ足らない部分とか、粛清しないといけない部分が数多くあると思います。それらに向けて我々がどのような実践行動を伴い行っていくかということが重要な鍵になっています。まあ、皆さんがこれからどのように未来の社会を開いていくか、また子どもたちにつなげていくかということは、歴史をしっかりと知らないといけない。それも事実をこれから知っていかないといけない。まあ、その中にはいいことばかりではない、悪いこともたくさんあるわけですね。でもそれは、罪ばかり、神の憎むものではなく、仏の憎むものではないという言葉が残っておりますけれども、まあ、罪を憎んで人を憎まずということがあるんですけれども、いろんな出来事をこれから我々が背負ってですね、しっかりと法要をしていくということが我々に、残された道であると。そして現代を生きる者は、未来を作るために生きているということを忘れてはいけないと我々もずっと言われてきましたけれども、過去を勉強するということは、より良い未来を作るために勉強するわけです。もう過ぎ去ってしまった過去は取り戻せません。しかし、未来にその間違いというか、そういうことを持ち越してはいけない。ですから、未来を、より良い未来を開くためには、過去の勉強をして、
悪かった部分はしっかりと懺悔し、謝り、そして粛清して、そしてより良い、未来の社会を、作り出していく。私たち現在生きる者にはより良い未来を作る使命があるということが誰にも課せられた事実です。しっかりと、法要という祈りの力を使って、ね、思いを通わさないと霊たちも静まらないですし、これから思いをつないでいかないと未来にもつながりません。もうそういうことで、私たちはその中間に立たされているもの、ね、ここからしっかりと祈りを進めていくということが重要である。祈りというものが、祈りということが残されているということ自体がコミュニケーションになるわけですね。まあこれをなくして我々の生活はないと。祈りというものを非常に軽んじてきた時代がこの科学の時代だったと思いますが、これからはしっかりと祈りとかテレパシーとかね、虫の知らせと昔では言ったりしますけれども、そういうことを大切にして、我々はこれからより良い未来を築いていくことが重要であると思います。まあこれの一番の原点が今日本の国家の象徴である天皇陛下というね、まあこういう天皇陛下の、まあ一般人はあまり関係ないと思っていた人もおるかもしれませんけれども、まあそこを中心として社会ができているとするならば、ね、今政治の乱れとかそういうことも全部ひっくるめて、すべての原点、すべては天皇陛下が、徳を積み、天皇陛下の徳によって、本来は国が治まっていくというのが昔からの習わしですが、まあ、それについても国民全体が、祈りの旗手となって、天皇陛下一人でできないようなことも国民が力を合わせて祈ることによって、世界が平穏平和になっていくということが我々の未来永劫続く国民性ではないかというふうに思います。この国の日本国という言われは火の元、ここから火が上がるということですね。だから火が一番最初に上がるところから祈りを進めていくことによって、世界の筒浦々まで光があまねく輝いていくということを私たちは自覚して、私たちの先祖、それからそのもっと元の元の元、天皇家の先祖、そしてそのこの国の先祖、神々、そういうところに至るまで、まずは懺悔と法要、みそぎと払いですね。それから始まって、しっかりとした未来を開く祈りに進めていきたいと思います。毎年、遷入時は今法要を行っております。特にまあ明治維新以降の変革、これが文明開化になるんですけども、戦乱に巻き込まれていくような結果になるのも明治以降ですね。今明治以降の国体がもう一度見直されようとしています。ちょうど孝明天皇から明治天皇に変わるところですが、深いことはいろいろとまた勉強されている方もいると思いますけれども、そこの軋轢がいろいろあったこと、もそれによって国体が安定しないというようなことも多々あります。まあ、こういうことについて国民総生産で祈りを捧げていく、まあ、皆さんは今お茶湯をやっておられる方もたくさんいると思いますけれども、実践行動として元の元を正すということで、遷入時の法要というのは国民にとっても重要なことだと思いますので、ぜひ原点に戻ってご法要を年に1回行う。まあこれも限定されているんですけれども、もう今法要に参加される方はもう200名とか、もうそれ以上入れないんですね、あそこ。ですからこれ限定されますが、毎年やっておりますので、早くに申し込まれる方はもう来年からまたお越しいただければと思いますけれども、まあ、これ YouTube でまたその法要のことを流していくと、ライブ配信ということになっておりますので、共に、全世界から天皇家の先祖への慰霊法要ということをしていただけるんじゃないかというふうに思っております。私もしっかりと祈りを捧げてまいりますので、ぜひ皆さんこぞって参加されて、まあ、YouTube でご覧になられる方も一緒に祈っていただければ幸いだと思います。これから特に世界が変わっていくところに来ておりますので、皆さんの真摯なる祈りを求めてやりません。どうぞ皆さん、ご参加できる方はご参加してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。